ジャニーズジュニアチャンネルと、もう一回だけ、今の一本いけないからもういい。ジャニーズジュニアチャンネル1周年記念特別企画、33人全員集合。集まるのは実にこう約1年ぶりという会見ぶりですかね。懐かしいね。そのさ、会見になかった人たちもね、トラビスではいるよね。はいはい、お笑いたい、宮近、はいはいはい、宮近出るな。お二人はいなかったんだね。そうですね、舞台中です。あ、そうだ、舞台中。はい、ここに来るの初めて。そう、そう、あ、いや、そんなことない。あ、まあ深く聞かない。あ、ありがとうございます。まあ楽しみです。お願いします。楽しみですよ、始まってるんですけど。はい、始まってる。そうですよ。あと、SnowMan、 SnowMan もね、3人。はい、まあ、あの記者会見は人が多くてね、緊張したよね。いや、出てないでしょ。出てないですか。出てないよ、あんた。もっと盛り上がってみんなよ。あんま知らないんだと思う。こういう収録って、あの、みんなの笑い大事じゃない。ええ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 3人初めてですからね。そうだ、初めて。1位で楽しんでいってください。はい、はい、ということですね。今回も場所は同じ YouTube スペース東京ですけども、はい、今回はジャニーズジュニアチャンネルが視聴者の皆様のおかげでめでたく1周年を迎えさせていただいたと。ありがとうございます。どうぞ。じゃあこっちから順番に行こうから。 SnowMan から。じゃあ SnowMan ね。はい、どうでしょう SnowMan。いや、どう、なんかいろんなところロケ行かしてもらいましたね。そうだよね、たくさんさ、体を張らせていただいたじゃん、YouTube で。そうですね。あとは、あの、ライブ中に YouTube 撮影始めてみたりとかしましたよね。そうですよ、結構反響ありました。はい、飛躍の年でしたね。そうです、飛躍の年。自分で言ったり。そうだね、個々の企画をやらせてもらったりとかね、幅広くやらせてもらいました。飛躍の年でした。ありがたい一年でした。トラビスか。トラビス、トラビスですね。あの、この5グループの中で一番罰ゲームやったんですよ、僕たち。おー、センブリ茶飲みますね。センブリ茶っていうめちゃめちゃ苦いお茶があるんですけど。ちょっとすいません、いいですか。マネージャーさんの大変なんだよ。振り込み中なんだよ。ゲンダ喋んなくていいの。はい、喋んなくていいの。喋んなくていいの。なんか喋んなくていいの。あ、今日なんか気合いすぎてタビ入ってきたんですけど。バカにされちゃって。ゲストさん、下がれ。下がれ。下がれ。以上です。以上です。ストーンズ。先生、打ち上げ。はい。もう下がれ。下がれ。何でもやっていいわけじゃない。ストーンズどうだった、この1年。ストーンズはそうですね。まあ、その YouTube フェスとかキャンペーンとかやらさせていただいたりして。まあ少しずつ名前が浸透したのかなっていう思いで全力で頑張っていきます。真面目に喋れないんだね。真面目だね。真面目になった瞬間の温度差やばい。はい、じゃあ次、美少年。まあでも僕らは結構ゲーム企画が多くて、すごい楽しみながら撮影できたなと思いました。はい、了解です。聞いたけど、聞いたけど、聞いたけど、ゲームがね、はい、多かったのね。はい。なんか何やりたい次は。でもなんか自分たちでなんかゲーム作ってみたいです。おぉ、HiHiJets はやっぱ。あれですかね、ちょっとなんか皆さんに比べてちょっと緩めな動画が多かったなっていうのがあって、なんかただ単にこたつに入ってみかんを剥くとか、ちょっとマニアックな映像が、そう、マニアック、ただただオリンピックのマラソンコース歩いてみたりとか、あれはそういうちょっと歩いたんだ。いや、歩きました、歩きました。その企画まだ半分も行ってないんですよ、俺。そうなんですよ、まだ歩き途中なんですよ、今。浅草終わってないんだ。浅草で止まってます。何の仕掛けもなく42キロただ歩いてます。猪狩さん、ちょっといいですかね。うわ、来た。なんすか、もうなんか、あの、ちょっと今日ジャージできちゃったみたいで、なんか地元感出したかったみたいな。LINE の本数違うんですよ。
この33人全員協力するゲームをちょっとやりたい。それは人狼違う、俺占い師だったのよ。宮近市民だった。宮近市民、お前違う。僕違います。いい、僕敗北者。今回この33人全員協力ゲームなんですけども、逆にクリアできなかったら罰ゲームが。罰ゲームあんのか。トラビス罰ゲームでいったらトラビス得意だからな。まず最初のゲームはこちら。頑張ったらダメよ。マジか。書いてあるの。かぶったらダメよっていう。ちょっとあ、今音声がちょっとダメだったみたいで。ダメ。もう一回だけ。もう一回。まず最初のゲームはこちら。かぶったらダメよ。もっと説明してください。はい、ということで、かぶったらダメよなんですけども、今から出されたお題に対して33人全員で回答を書きます。で、1人ずつ順番にオープンしていき、回答がかぶったらダメと。全員かぶらず、逆にバラバラのものを33通りの答えを。おー、シビアだね。それは打ち合わせしていいの。ダメだ。かぶるわけねえ。最初のお題を発表したいんですけども、はい、あの書いたら向こうから順番にオープンしていきます。はい、こっちからこうやっていけ。そうです。おー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 。じゃあまず最初のお題を発表します。ジャニーズのデビュー組の個人名。個人名。そうです。デビューしてる人の名前を書いていただきます。まずデビューしてる人33人います。いますいます、もちろん。これ1回でも CD 出してれば OK。 まあデビューしてれば OK です。はい、書いてください。お願いします。なんか意外に言うとですね、みずきからオープン。山田くん。おー、平成ランプの山田くん。動画も出させてもらって、山田くんも。はい、やってたね。やってたね。まあ、見やすいのでちょっと被りそうで怖いけど。怖いね。逆にね、それを選ばない人も。そうそう、みんな空気を読んでるんだ。確かに。じゃあ次、猪狩。佐藤勝利くん。おー、いいよいいよいいよ。いいですね。ダブルオード、いいよ。ポンポン。じゃあ次、佐久間くん、オープン。城島茂くん。おー、くん。大体の場合が3でいく。はしょちゃん、オープン。西野陽くん。おー、なんて言った。次、ゆうと、オープン。大野さとしくんです。おー、いいよいいよいいよ。今のところ、今早い術終わりましたけど。お、いいね、順調だね。一グループ目かぶりませんでした。いいですか。はい、次、美少年。はい、次、オープン。高橋海人くん。おー、いいね。おー、金が出た。あれ、本人本人。キングアンドプリンスのカイト。はい、オッケー。じゃあ次、龍が、オープン。嵐苗場くんです。いいよいいよ。いやいいですよ。順調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 です。じゃあ次、那須くん、オープン。横尾くんです。おお、横尾くん。横尾くん。はい、名前がね。はい、じゃあ次、はい、オープン。永瀬廉くんです。おお、ちょっとかぶんない。かぶんない。意外とかぶんないね。順調。いいよ。じゃあ次、金指、オープン。はい、平成ジャンプの有岡くんです。おー、いいよ。かぶってないよ。はい、オープン。セクシーゾーン中島健人くん。おー、すごいよ。いいよ。すごいよ。11人めっちゃいい。3分の1終わりましたけど、ちょっとかぶってません。じゃあ次、ジェシー。はい、オープン。中山さん。近所の人みたいな。中山優馬だ。はい、次、慎太郎。ちょっとね、仲いい人多いからね、かぶっちゃうと思うんですよ。あー、はい、怖いね、怖いね。でも、賭けに出ました。はい、二階堂くん。二階堂くん。おー、いいよ。ミスバイフトさん、二階堂くん。北斗、オープン。岡本健一さん。おー、いい、いい、いい。そういうことよ。でしょ。そういうことも、しっかり。なかなか男組行く人いないでしょ。そうそうそう。岡本健一さん。はい、次。いいんだよ。丸坊主にします。あー、大丈夫だよ。今日も俺はやっぱり、手越くん。おー、いいね。これめちゃくちゃ順調じゃない？順調。マジ揃ってないからさ。やばいよ、順調。すごい。じゃあ次、トラビスかな。次は俺じゃない。おいおいおい、メンバー。じゃあ次、コーチ。横尾渉くんです。え、あ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 
白エイトツの横尾くん。横尾渡さんですね。わかんない、まだ違う。そう、違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 う。ということで、ナストポーチが被ったので、このゲーム失敗でございます。あー、ギリギリ。ちなみに、こっからちょっとじゃあ先もバーッと見てみましょう。見たいね、ちょっと。じゃあ、締めオープンしてみて。さあ、一つの藤ヶ谷くん。おー、松井健太は。はい、堂本光一くんで。おー、じゃあ、渋谷。有岡君。ああ、柿シュート。ビシ。ああ、加藤茂明君。おお、森田剛君です。おお、いいよ。すごいね。どうもと、こっちです。ああ、やった。すごい、かぶっちゃった。はい、仲いいね。じゃあ、伊達さんは。亀梨君。ああ、そうだね。じゃあ、阿部ちゃん。桜井君。かぶってないよ、いいよ。おお、マリウス君。おお、マリウス君。マリウス君。マリウス君。おお。TOKIO の永瀬さん。おー、宮田俊也くん。おー、すごいね。でも深澤達也くん。おー、わかる。すごい。あなたね、ごめん、スノーマンがちょっとやったわ今。ごめん、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 ごめん。じゃあ本番は宮城健くんって書いてある。俺は植草さん。感じてた。僕は桐山。ああ、桐山。だからやっぱちょくちょくかぶったけど、これ意外と可能性あった。あったね。今回は罰ゲームでノニジュース。マジか。ノニジュース、ノニジュースの飲んでいただくんですけども、大丈夫、飲めないかも。みんなキラキラ出さないでね。ハイハイが飲んでんだっけ。ハイハイ飲んでる。ちょっとリアクション見たいからさ、イガリちょっと。もうマジでみんなやっちゃった。リアクションは。じゃああれにしよっか、イガリの乾杯の温度で全員。ああ、そうだ、そんな飲みましょう。本当に嫌だよ。はい、ちょっとすみません、手短になんですけど、皆さんこれ本当激マズなんで気をつけてください。はい、ペッとか絶対やめて。乾杯。乾杯。嘘。ちょっと待って、くっせ。ダブルが日酔ってるから。もう、15歳だから許されない。ダブル頑張れ。ガッ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 。最初かかんなかったのに。最初かかんなかったのに。2つ目のお題は、国の名前。おお、学校だったらそれぞれやっぱイメージするの違います。国なんだろう。めちゃくちゃ難しい。幅広いね。幅広いね。ポンポンいきますよ。まず早いジャッツ。水木君オープン。フィリピン。フィリピン。オッケー。イガリ。スウェーデン。スウェーデン。いいよ。いいですよ。佐久間。スウェーデン。いやいやいや。すごいっすね。嘘です。早いよ。全力で謝ってほしい。嘘でした。え、なんかスウェーデン書いた人いる？いねえよ。こっちは。じゃあこれ絶対被らないって自信あった人。ジェシーは？はいはいはい。何？日本。あ、おお。いや、こっち MC とかぶってるから。じゃあお前の日本でしょ。俺の日本だ。一緒だよ。大将も被んないよ。大将何？アイスランド。おお、アイスランドの人いた。のはね、北の国ね。みんなみんなごめん、ちょっと佐久間君見てもらっていい？俺これ被んないじゃん。バチカソ四国。バチカソ四国。俺も被んない。何？カンボジア。カンボジアの人。はいはい、カンボジア。わぁ、ケンタ。もうやばいじゃん。コーチも被んない。俺スイス。俺ルイス。はい、じゃあそれでは2度目のノリジュース、乾杯。ちょっと待って、伊達様の量がすごい。伊達様の量が普通こんなの3倍ぐらいあった。 YouTube どうしたの。ありがとうございます。お水ください。あ、マジ気持ち悪い。お水ください。あ、伊達さんもオープンしてみて。アルゼンチン。幼馴染だから。同じ勉強してるんだよ。じゃあもう今回の罰ゲーム2人でいいんじゃない。ダメだ。全員飲もうか。ダメだ。